PT-76 はソビエト連邦が開発した水陸両用の軽戦車である。1951年から量産が開始され改良されつつ現在でも使用されている。PT-76 は水陸両用軽戦車としてはかなりの成功作と言えるが火力が第二次世界大戦後期にはすでに陳腐化していた7 6 2ト、mm、ル口径の 戦車砲であったため、傭兵者からは火力の強化が求められた。この要求に応えるために PT-76 のコンポーネントを流用し火力を強化した PT-85 が試作されたが、開発中止になってしまった。その後も、オブ -685 やオブ -934 などの浮光戦車が開発されたが、資金難などの理由により、 すべて試作の域を脱し,しないまま終わってしまった。ただし、主力不評戦闘車 BMP-2 の後継である BMP-3 不評戦闘車はオブ -685 の設計を元にしており、高い浮上航行能力を持つ。このため、100mm 低圧砲を搭載する BMP-3 を PT-76 の後継者とする説がある。 また、PT-76 の車体は信頼性に富み、大型であることもあり、走行兵輸送車型の BT-50 r や、そのライセンス生産型の OT-62、トパスが開発されたほか、フロッグ -2 として知られる2 k 1マルスやフロッグ -3、フロッグ -5 として知られる 2K6 ルナなどの、 戦術ロケットの自走式発射台や呪マイナス23から4自走式対空砲 AS、ASU-85 空挺戦車などのベース車体となった。ソ連軍は第二次世界大戦前から水陸両用系戦車を開発、配備していたが、独ソ戦の開戦後、 それらの水陸両用系戦車の比率差が目立つ上、主力戦車や重戦車の生産が優先されたため、水陸両用系戦車は T-40 以降途絶えていた。しかし、戦後、偵察や上陸作戦支援用として、水陸両用系戦車を開発することとなった。こうして、1947年から1950年に、 開発されたのが、K、K-90 であるが、K-90 は、浮き工事の安定性不足のため不採用となってしまった。この K-90 の経験を生かし、1949年から新規に開発が開始されていた、水陸両用系戦車が PT-76 で、ある。K-90 の欠点であった浮き工事の、 安定性を改善するため、K-90 より大きな線形車体と車体下部から水流を取り入れ、後面からウォータージェット式推進装置で排出する機構を採用した。エンジンは戦時中に T-34 でも搭載された V-2 ディーゼルエンジンの気筒数を半分の6気筒にした V-6 を搭載し、手法も t-34 などが搭載していた 76.2mm 戦車砲 F-34 を改良した D-56t または D-56tm を採用したこうして開発された PT-76 は満足する性能を有していたため1951年から量産が開始された1959年からは 改良型の PT-76B の生産が開始された。PT-76B は各戦争下での活動を視野に入れ、タズと呼ばれる放射線防護システムを装備している。その他にも手法へのスタビライザーの付与、操縦使用赤外線暗視装置の搭載、燃料タンクの拡大による航続距離の延伸などが図られている。 PT-76 の生産は1969年まで継続され、生産終了までに総計約7000両が生産された。ソ連軍では、PT-76 を元に開発された、BT-50 r 装甲兵移入装車と共に、自動車化狙撃兵連隊の偵察中隊や、海軍不評の支援車両として配備された。現在、ロシア連邦軍では、 大半の PT-76 が、その後開発された BR、BRDM-1 や BRDM-2 などの偵察用、装甲車両に代替された。総生産数のうち、約2000両が、有効諸国に供与された。有効諸国に供与された PT-76 は、ベトナム戦争、中東戦争、第三次インパ戦争などで、実戦投入され、 本来の偵察任務や支援に止まらない活躍をしている。悪路に強い PT-76 はインフラが未整備な地域での作戦に重宝された。中国では1966年から60式水陸両用戦車としてライセンスなしにコピー生産が行われ、その後火力を強化し8 5ト、mm、ル戦車砲を 搭載した63式水陸両用戦車も開発され、これらの車両もベトナム戦争やカンボジア内戦、中越戦争に投入されたり、中国の友好諸国に広く供与、または販売された。その他にも PT-76 はポーランド、北朝鮮、インドネシアなど約25カ国に配備され、イスラエル軍はエジプトやシリアから露隔した車両を運用していた。 ありがとうございます。